D。 もしもーし、もしもし、お耳はこっちに傾けてね。約束ね。稲葉ハネルの独占タイム。どうもー、 VTuber の稲葉ハネルです。アプリオーディから配信中、稲葉ハネルの独占タイム。番組ハッシュタグ独占タイムでの感想や実況もお願いいたします。今日8月4日は、あのよく私がなんか一粒豆粒日みたいな言ってる、あれ一粒万倍日ってやつらしいですよ。天赦日でもある、そして大安でもある、最強の開運の日。でもなんかこれさ、よく言ってない？なんかこう一年何回も聞かない？この一粒万倍日だとかさ、なんか豆粒万倍日だとかさ、なんかそういうのなんかしょっちゅう聞くんだけど、なんか本当こんなしょっちゅうあるものなの、その最強の日がね。なんかこういう日にお財布とかなんか新調するといいとか、身にまとうもの、持ち歩くものを新調するといい、本当？でもなんか百貨店の前をね、前一粒日の日に通ったのよ。そしたらルイ・ヴィトンとかなんかグッチとかそういう店の前で異常なほど行列出てきてて、なんだと思ったら一粒日だからみたいな、豆粒日だからって書いてあって、豆粒の日ってこんなにブランドの店混むんだと思って、いやもうちょっと前から買っておいてさ、その日に下ろせばいいやなって思ったんですけど、ハネルは全くそういうの気にしないタイプでして。でもなんかね、今回手術のね、6日に手術したんですけど、7月のその時に合わせていろんな方からお守りをいただきまして、みんなが知ってる人だと千葉先生とかもね、わざわざ近所の神社に行ってお守り買ってきてくれてさ、いろんな方からもらいまして、家にすごい量のお守りがそうするとみんなが見たらびっくりするぐらいの量のお守りがあります。こんなにお守りある必要あるっていうぐらいありますけどね。でもそのおかげでね、私のね、まあ、ちょっとした病気も治りましたので、そう考えると、じゃあやっぱ聞いたのかな、じゃあ信じようかな、会員信じます。さて、そんな運気がいい日はやっぱりこのコーナーでしょう。あなたの貧乏カルピス、貧乏な気持ち払っていきましょうか。リスナーさんがこれまで経験した貧乏の話を送ってもらっています。私がエピソードを聞いてカルピスの希釈何倍で貧乏度を判定します。ちなみに基準としましては、稲葉家の貧乏カルピスがカルピス希釈20倍です。じゃあ読んでいこうかな。それではこちら、千葉県ラジオネームマサさん。自分の貧乏だなって思うことは、飲み会に行ってソフトドリンクを1杯しか頼まないことです。普段全くお酒を飲まないので、飲み会に行ってもソフトドリンクを飲んでいますが、1杯350円とかするウーロン茶を2杯も飲みたくないと思っています。なので基本1杯で収めます。ねるちゃんはこの気持ちわかりますか？え、ちょっと待って、私がなんか思い違いしてたらほんとごめんなんだけど、え、飲み会って何杯飲んでも一緒じゃないの？変わる？何杯飲んでもなんか10人とかいたらみんなで割るんじゃないの？みんなで割るけど、うん、その割る値段が上がっちゃう。そういうこと？逆に私はなんかいっぱい人がいるから、自分がいっぱい飲み物飲めば他の人がそれを負担してくれるからお得じゃんと思ってました。そうなの？なんか先日ね、なんかクリエイターの方とか有名な方がいっぱい集まれ、なんか食事会みたいに行ったんですけど、私一人だけすごいペースでジャスミンティーを飲んで、多分7杯ぐらいジャスミンティー飲んだんじゃないかなみんなお酒飲むからさ、私お酒飲まないから基本ジャスミンティーで元を取るには大量に飲むしかないと思って7杯ぐらいジャスミンティー飲んだのよ。で、財布の中にね、お金が入ってなくて無銭飲食をして帰ってくるっていうねえ、そうなんだ、あれかと思ってた、いっぱい飲んだ方が得なのかと思ってたわ。違うんだ、へー。あとなんか飲み会って私やっぱあんま行かないからわかんないけど、飲み会ってなんかさ、
飲み物って飲み放題なんじゃないんですか？その会によるか。あ、会によるんだってみんな飲み会に行かなすぎて分かんなかった。そうなんだ。でも高いよねアイスソフトドリンクってね。でも私さ、みんなからさプレゼントでもらったカタログギフトで超高級な銀座のお寿司屋さんとかね行ってたんだけど、そういう銀座のお寿司屋さんって冷たい緑茶が無料なのよ。でウーロン茶とかだと有料なの。だから私冷たい緑茶いつも6杯とか飲んでました。多分ああいうお店に来てお茶で元取ろうと思う人いないんだろうね。私があまりにも飲むからさ、すごい勢いでそのなんか着物を着たさお母さんみたいな人が後ろからスッて出てきて、コップについてくれるんだけど、新しいグラスにさ新しい緑茶を入れてくれるのよ。申し訳なくてさ、いやでも申し訳ないけど元取らなきゃなと思って6杯とか7杯とか飲んでましたね。はぁ、逆だね。じゃあ私なんか飲み物はケチらないようにしてるので、みんな飲み物はいっぱい飲もう。一杯で収めなくていい、飲み物はたくさん飲みましょう。じゃあこの方はカルピス希釈3杯。では続いて埼玉県ラジオネームイエローイエローさん。僕は駅の中にあるスーパーには絶対に行きません。どう考えても値段が高すぎます。なのでちょっと家から離れてしまいますが、安いスーパーへ買い物に行きます。例えば駅中のスーパーだともやしが80円ぐらいなのですが、安いスーパーだと30円ぐらいで売ってます。これってやっぱり貧乏症でしょうか。ありがとうございます。でも偉いね、ちゃんとスーパーで買い物して自炊してるんだ。偉いね。ただ一つ難癖をつけるとすると、もやしなんて栄養ないから食べなくていいですよもやしなんて栄養ないもの食べるんじゃなくて、もうちょっとなんか30円使ってさ、ないかな、なんか30円で食べれる栄養ならもないかな。ないな、30円シソぐらいしか買えないなでももやしマジで栄養ないからね。私もやし好きなんですけど、栄養がないと思っていつも買わないんだよね。私の中でもやし贅沢品なんだよな。なんかもやしってただ美味しい、ただあの食感を味わうためだけに食べるもの、でも何も栄養がないみたいなだから私の中でもやしって贅沢品で、肉とかの方が栄養がある割に魚とかよりも安いから、お肉はなんかすごいいいものみたいなイメージがある。まあ、考え方の違いかな。でも偉いよね、ちゃんとね自炊してるんだね。いやなんかもうウーバーイーツばっかしてる VTuber にね言ってあげたいね、ほんとね。いやでも素晴らしいんじゃないですかこれは。でも駅の中のスーパーってマジで高いよな、わかる。あと駅の中のスーパーって、まあ、東京ワカモだけど本当に売り切れまくってて、私とかやっぱさ普通の人より生活リズムがちょっと後ろにずれてるから、起きて夕方ぐらいに買い物行こうって言って駅のスーパーに行くと割と何も残ってないんだよ。野菜とかそういう生鮮食品系はほぼないみたいな。え？みたいな。トマト缶買って帰るかぐらいの本当に野菜とかがなくなっちゃってて、そう、だからね、もう普通の日常生活がね、やっぱ後ろにずれてるとそういう大変さもありますので、はい、でも偉いですね、頑張ってますね。じゃあカルピス希釈4杯。というわけでメールありがとうございました。引き続きあなたの貧乏エピソードやもったいない精神でついついやってしまったことなど募集してます。そして各コーナーへのメッセージもお待ちしてます。ダマテンお悩み575では、575であなたのお悩みを募集中。稲葉ハネル社会適合計画では、あなたがどんなお仕事しているのか教えてください。お仕事内容やどうしてこの仕事に就いたのか、大変なことをやりがいを感じる瞬間などなど、ぜひ詳しく書いてください。ねるちゃん、僕私のこと見てますか？ではあなたのお名前とプロフィールを募集中。私が監視して知っていることトークします。すべてのメッセージはオーディの番組ページにあるメッセージフォームと書かれた青いボタンをタップして送ってください。最後に私からお知らせです。8月1日火曜日から
あの秋葉原駅前のアトレ秋葉原にて七夕夏祭り2023がスタートしております。いや皆さんいろいろ見てくれましたか？アトレのね駅前の壁面にね羽根が乗ってたり館内アナウンスがあったりグッズ売り場があったりとすごい賑わっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。羽根のグッズちゃんと買ってくださいね。近代麻雀戦術シリーズ稲葉羽根の羽根マン麻雀が発売中です。ジョイサウンドで今流れている黄色いラビリンス歌えるようになってます。ぜひ歌ってください。そして新規リーグのチームヘラクレスユニフォームグッズ販売中です。稲穂ハネルのユニフォームがねアクリルキーホルダーになって販売中ですので、ぜひ皆さんこれ在庫なくなり次第販売終了ですからね、急いで買ってくださいよ。EC 販売はブース、現地販売はザーキバ、これも秋葉原ですね。なのでちょうどいいね、七夕夏祭り行ってラジオ会館1階のザーキバに行って駅なけのど飴とか麻雀グッズとか買ってくっていうね、ちょうどいいですね。あとは e スポーツのチャレンジパーク、福岡のねあのチャレパさん新規リーグのパブビューとかやってくださってるとこですね、でも売ってます。詳細は稲葉ハネルの SNS や七夕インク公式 Twitter チェックしてください。そしてここでゲストのお知らせです。次回8月11日金曜日の配信にアイドルグループイコラブちゃんの音島リサさんが来てくれます。イコラブちゃんが来てくれるよ。みんなまた可愛いおなごと仕事を出しに会えるぞ。楽しみですね。いや何の話しようかな、今からも楽しみしておきます。さあこの後はOD プレミアムで配信している独占タイム稲葉の物置小屋でお会いしましょう。 OD プレミアム限定でメッセージが採用された方の中から毎回1名様に直筆筆文字色紙プレゼントしてますよ。ぜひぜひ稲葉の物置小屋に遊びに来てメッセージ送ってください。それじゃあまたね。